アンカレッジ経由ソウル行き大韓航空ジャンボジェット機、269人の乗客乗員を乗せた大韓航空機は9月1日午前3時27分日本の管制塔との交信を最後に突如消息を絶ちました。これが大韓航空機だと本当に真上を飛んで横切ろうとしたりするんですかね。そういうことですね。ここで消えたという事実しか我々掴んでないので、ここからどっかに降りてね U ターンしたか、それはもう全くわからん。レーダーで見てる限りではね。ソビエトの領空に入り込んだ大韓航空機を捉えたのは輪っか内にある自衛隊のレーダーでした。しかもその時レーダーはソビエト機の機影も映し出していました。行方不明になっております大韓民国航空機につきましては、これはソ連機によって撃墜された可能性が高い。飛び立ったソ連機が何をしたのか、その行動を明白に示すパイロットと地上管制官との交信も実はこの時自衛隊が傍受していたのです。アメリカ側とはですね、当然のことながら本件の事態をめぐってその解決のためにですね緊密な連絡を取っておることは事実でございます。で、レーガン大統領がいつどうなさるかは9時ではないかなと私は聞いておりますがね、本日の9時と。Japanese ground sites recorded the interceptor plane's radio transmissions, their conversations with their own ground control. Here is a brief segment of the tape, which we're going to play in its entirety for the United Nations Security Council tomorrow.自衛隊が傍受した交信テープをアメリカが発表する。軍事情報をめぐる日米の緊密な連携ぶりが図らずも浮かび上がりました。И второе. Перед самым носом я пускал 4 очереди трассирующими снарядами. Их ночью видно за многие километры. いきなりですね、ロケットで、まあ、ミサイルですか、撃墜するなんていうことは、もしこれが立場を逆だったらですね、逆のパイロットだったらどうするかということですね。なんていうかな、あの国はもうああいう国なんだっていうか。На этот раз американский разведывательный самолет РС-135 был обнаружен в этой точке в 2 часа 45 минут. 国際非難の集中砲火を浴びたソビエト側は大韓航空機をスパイ機と決めつけ、撃墜は当然だと主張しました。さらに日米両国も関係していると切り返しました。Она управлялась с определенных центров на территории Соединенных Штатов Америки и Японии.以下を国際民間航空機関は大韓航空機の INS 自動管制後方装置のデータが間違っていたらしいと報告しました。しかし決め手となるブラックボックスは回収できず、まだ謎は残されたままです。
事件は当時改善の兆しがあった米ソ関係を一挙に後退させ、東西関係に暗い影を投げかけました。